金州山太陽宮殿は、朝鮮民主主義、人民共和国平安直轄市大条区域美岩道にある霊廟。正式な漢字表記は、金州山太陽宮殿。旧、金州山記念宮殿。かつての官邸であり、現在は、金日清及び金正日の遺体を永久保存、安置する施設である。北朝鮮の国家主席を務め、死後も、 永遠なる領収として衰退されている、金日成が生前、公務や生活をしていた、首席宮殿、金州参議事堂を、金日成の死後、遺体を保存する霊病として、改築、目的変更した。金親子の遺体の維持管理はロシアから派遣された、技術者に依頼しており、年間維持費は80万ドル以上とする報道がある。金正日は、金日成の死後、次のように述べていた。 主席を生前の姿で安置する上で重要な問題は、主席をどこに安置するかということでした。私は、金州参議事堂を記念宮殿として整え、ここに主席を生前の姿で永遠に高くいただくことを決心しました。幹部たちの意向はどうかと聞いてみると、彼らは世界的に公認された慣例に沿って、主席を、キムイルソン広場か、万寿台の丘、 あるいは万元大地区に三笹を新しく建設して、そこに安置してはどうかと考え、長位の行事が終わり、英傑式を行った後には、私が金州参議事堂で仕事をしなくてはならないと言いました。しかし、私は彼らの意向を受け入れることはできませんでした。金州参議事堂は、人民が姿勢を尽くして、主席のために建設した贈り物であり、主席が長い期間にわたって過ごされ、 朝鮮革命と人類の自主異業を懸命に主導された歴史的な建物でした。金州山議事堂は名実ともに偉大な主席の主席宮でした。主席がおられた金州山議事堂を主席の偉人像と三笹としての特性に合わせて記念宮殿として立派に整え、ここに主席を生前の姿で永遠に安置することは、 主席の戦士、弟子である我々の当然の道徳であり、真偽です。平壌市街北東、大城山に向かう、近世通り沿いの地下鉄光明駅付近に位置する。外見は宮殿造りで、周囲は正面と側面を水彫り、背後を高い塀に囲まれており、厳重な警備が行われている。近正日政権の末期まではその場所を積極的に公表せず、 市販の地図にも掲載されていなかった。元々の用途が官邸であったこともあり、現在も宮殿の背後には厳重に警備された官邸地区がある。近日生と近小日の遺体は3階中央と2階中央の衛生ホールにそれぞれ安置されている。参観者は遺体の左右前後のように方向で拝礼をする以外は立ち止まることを禁止されており、 参観後はすぐに退出しなければならない。カメラビデオカメラ、金属類、危険物の持ち込みは禁じられており、カメラなどと手荷物は入り口の保管所に預ける必要がある。遺体の撮影は現金で、現地メディアの報道でも映らないようにしている。内部には、近日成や近正日の業績をたいた,た展示や、各国から送られた、勲章、生前使用していた。 メルセデス・ベンツ S, S クラスや専用鉄道車両の一部などの遺品が展示されている。宮殿参観車を乗せるため専用の路面電車の軌道があり、また、宮殿停留場と宮殿の間には、計340メートル以上に及ぶ動く歩道が設置されているが、平壌市民は年数回以上ここを訪れるため、いつも長い行列ができている。原最高指導者、 金ム・ジョンウンら国家指導部は何らかの設置日、対応説などに参観することが定例となっている。また、訪問した外国の品格も参観し、メッセージを残すことが通例となっている。また、一般の外国人観光客も予約さえすれば有料で参観可能である。参観には清掃が求められる。金州産対応給電法。 第26条の規定で、毎年5月と6月を休館期間としているほか、毎週月曜日と金曜日が休館日となっている。なお、敬意式と呼ばれる儀式が休館日となっている月曜日と金曜日に行われた場合には、前日または翌日が大体の休館日となっている。ありがとうございます。